皆さんこんばんは。隠れ蓑屋倉敷店の河合です。パワーストーンが願いを叶える秘密、今日で9回目になりました。9という数字を見て、インターネットでどんな意味があるのかとたまたま見てみました。この数字に属する人は愛にあふれ、平和的で精神的に成熟した方というメッセージが一番上に出てきました。ちょうど今日ご紹介しようとしている石の意味と符合して、とても驚きました。9回目の今回は、チャクラの数字としては5番チャクラ、そして5番チャクラに対応するパワーストーンをご紹介していきたいと思います。5番チャクラとパワーストーンということで、いつもと同じようにですね、パワーストーンについて振り返っていきたいと思います。パワーストーンは大自然によって長い年月かけて地球のパワーを宿していると信じられることからパワーストーンと呼ばれるようになりました。パワーストーンは効き目としては科学的に実証はされていないです。しかし特定の事柄に対してそれぞれの石が持つ波動があると検証されています。そしてチャクラとはということで、目には見えませんが7つあります。チャクラはサンスクリット語で車輪または円形を意味します。生命エネルギーが7つのチャクラを中心に車輪のように渦巻きながら円形に集まってくるためです。完璧な健康とは7つのチャクラから始まると言われますが、その7つのチャクラを助ける、整える、助けになるのがパワーストーンです。7つのチャクラにはそれぞれ機能や特徴、対応する色などがありますが、この7つのチャクラの詳しい場所と役割について、今回は5番目のチャクラについてご案内していきます。では、こちらですね。5番チャクラ。チャクラの色としては、青と緑の中間。場所は、甲状腺、喉、または、肛門という名前もついている場所になっています。特徴としては、和力、真実の対話、信頼、親切、柔らかさ、平和、バランスと調和。そして5番チャクラを一言で表すとしたら浄化のチャクラとも言えます。感情をはじめとしてあらゆるものの浄化と調和が始まるチャクラと言われます。心の中のものを浄化して、しようとするとストレスが溜まっていたりすると人は自然と大声を上げたくなると思います。喉を使って大声を上げるということで5番チャクラです。それでカラオケに行って大きな声を出して歌うとすっきりして胸の疲れも取れるというように5番チャクラを開くことが重要になります。そうすることで心が開かれます。それで5番チャクラが活性化すると開かれた心を表してより大きな人生の理解へと導きます。それは不快感を避ける喜びだけを求めることではなくて、すべてのことを包容しながら人生を送るようになるということです。では逆に5番チャクラが活性化していないとどういうことかというと、感情のコントロールができないとか、または変化に敏感になってすぐに疲労感を感じるということにつながっていきます。また、スピリチュアル的な観点から非常に重要なチャクラとして、人間の動物的な欲望の人生と霊的な人生を送るのかの判断を下す重要なチャクラになります。それで最初に根門、魂の門というふうにご紹介したんですけれども、人間の欲望的な人生と霊的な人生を送るための魂がこの根門を通って霊的な人生が送れるようになっていくための門がこの5番チャクラということになります。
では、その5番チャクラに対応するパワーストーンに期待したいこととしては、コミュニケーション力、自己表現力を助けることです。自身と周囲にポジティブな影響を与える。甲状腺疾患を助ける作用などが挙げられます。そして、パワーストーンのカラーとしては、ブルー、特に水色、ライトブルーです。意外と水色の石があります。隠れ蓑屋で扱っている石も、有名なところではアクアマリンとかブルートパーズなどがありまして、それ以外に あまり馴染みのない方も多いのではないかと思うのが、ブルーレースだとか、アクアオーラとか、いう石もいろいろあります。今回取り上げたパワーストーンはラリマーと言います。パワーストーンがお好きな方は、ご存知の方も多いんですけれども、このラリマーも一般的に馴染みが少ない石ではないかなと思います。ただ、個人的にはとても魅力を感じる石なので、今日5番チャクラをご紹介するのに、この石を ご紹介したいなと思いましたので、皆さんのご参考になるようにとご用意いたしました。まずは石の意味からです。愛、調和、平和。とても高い波動で自分も他人も受け入れる、自分も他人も受け入れる愛と調和の象徴の石。コミュニケーション能力を高め、愛情に満ちた人間関係を築くのを助け、精神のバランスを保つ癒しの石です。ラリマーはこんな時、こんな方におすすめということで、例えば平和な安らぎが必要な時とか、または女性ホルモンなどの分泌を促してくれるので、皮膚や髪のトラブルを改善したいという方には期待ができそうです。今この写真ではちょっと小さいですけれども、実物をカメラ越しにお見せすると、こんな感じの石です。色目とか模様とか見えるでしょうか。このラリマーを見ているだけで、とても心が安らいでくるようです。はい。では、よくご覧いただけたかなと思いますけれども、その他、ラリマーの魅力をご紹介したいと思います。とても魅力がいっぱいあります。まずは、ラリマーという名前の名称の由来なんですけれども、産出国であるドミニカ共和国の地質学者、ミゲル・メンデス氏が、お嬢さんのお名前、ラリッサというお嬢さんのお名前なんですけれども、そのラリッサさんにスペイン語の海という意味のマールを組み合わせてラリマールと命名しました。日本では最後のルを発音しないでラリマーとだけ呼ばれます。そして、先ほどもお話しましたが、有名な産出国はカリブ海に浮かぶドミニカ共和国で採掘されるラリマーです。今このお写真ですね、左側見ていただくと、これ実際にラリマーという石なんです。海の波ものように見えるので、海の写真じゃないかと見間違うほどではないかと思うんですけれども、このようにとても美しいことからカリブ海の宝石という名称もあります。愛称ですね。はい。カリブ海の海のような模様がとても魅力的で、カリブ海の宝石というネーミングがぴったりくるんじゃないかと思います。それ以外にも、カリブ海に浮かぶドミニカ共和国は、まさに南の楽園。イルカウォッチングが楽しめるポイントも多いようです。この写真も海のような模様とともに、イルカの肌のようにも見えて、別名ドルフィンストーンとも呼ばれています。いくつかの愛称があるのも、ラリマーの愛らしさだからこそではないかと私は感じています。そしてですね、5番チャクラを助けるパワーストーンの特徴であるコミュニケーション力は、このイルカに由縁していることも強いです。イルカさんのコミュニケーション力が
高いのはよくご存知だと思うんですけれども、このイルカのコミュニケーション力を連想させること、ところから、ラリマーにコミュニケーション力が強いというふうに言われています。店舗でブレスレットを作成して、差し上げるときには、イルカのように愛らしく人とコミュニケーションを図る力を助けてくれるようにとお伝えしています。はい、今度はですね、ラリマーの持っている、テーマ、キーワードについてお話ししていきます。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。